皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はテックアート訪問の様子をお届けするんですけれども、私ですね、事情がありましてテックアートに行っておりません。これ寝坊とかなんかやらかしじゃないんですけども、別の用事があって、そっちに僕と土方店長が行ってた関係で、代わりに岡店長と東京店の池田くんがテックアートに行って動画を撮ってきてくれましたので、今回その様子をお届けしたいと思います。はい、というわけで今日はこちら、テックアート本社に来ております。いつもの改造車ジャーナリストはちょっと別の予定で今別行動しておりまして、今日は岡と東京店の池田くんと2人でお送りしますが、ボンドチャンネル見られてる方、何回もテックアートは来てるんでっていうのもあるんですけど、ここ2人初めてです。初めてです。なんで今からちょっとファクトリーツアーもやるんですが、まずショールームにジジストリートアートが2台ありまして、こっちは内装も全部やってありますんで、センスがちょっと海外っぽいんですけど、あとはこの内装、これ日本だともうここまでやったの本当に見ないというか、見れないですもんね、なかなか。バラして本国に送ってやってもらわないかんって感じで、一応さっき伺った感じではテックアートに届いてから張り替えやなんやしてっていう、その張り替えの作業だけで、だいたい1ヶ月から2ヶ月ぐらい、言ってますねっていうイメージで、日本でも全然できなくはない作業なんで、1台かっこいいの仕上げたいなとは思います。やりたいですよ、ぜひ。すごいクオリティですもんね。そうですね、もう純正クオリティです。この子は、中はノーマルやったんですけど、あとは、体感のターボのクロスツーリズム、これはマットカーボンですね。これはマットやね、マットカーボン仕上げで、タイカーも中古車市場でもちょっと値段がこなれてきたんで、結構ここまでやってあげるのも面白いかなとは思いますね。ではカーボン工場とかも見せていただけるらしいんで、今から行ってみようと思います。ここがまずエアロパーツの工場でして、これが型です。これが、オスとメスになってて、でこれをガンとサンドイッチして、でそこに横から PP をずっと流し込んでいって、バンパーを成形する。なんでこの辺とか見てもらったら分かるんですけど、綺麗に流し込めるんで、品番とかも全部綺麗に入ってます。テックアートのロゴも991のターボのリアディフューザーだったり、一応これはグランド GT のパナメーラの、バンパー前後とかとかね、型がやっぱりバンパーとかってなると結構でかいんで、型も大きくなりますよ。これが今流し込んで固めてる状態のものです。多分形状的にはフロントリップかなと思うんですけど、ここ今これギュッて止めてあるんですけど、ここから PP を流し込んでいって、でこれが固まるまで置いてるような、でこれがサイエンのフロントリップがこんな感じで仕上がって、でここにこのバリっていう隙間からちょっと漏れた部分とかあるんで、ここをこれから綺麗に全部削ぎ落として、綺麗な状態になったらこっちのオーブンに入れて、オーブンで熱を加えてこの固くするんですよね。でここで仕上げるっていう感じになります。こちらがテックアートのカーボンパーツのちょっとちっちゃい、小物系といいますか、この辺り見ていただいたら、例えばカーボンステアリングだったり GT3 の翼端板のところだったり、この型を使ってここにカーボンを貼っていきます。同じ素材同士じゃないと離れないっていうことでカーボンでできてます。でいろんなフェンダーアーチとかもあるんですけど、これを、向こうでちょっと職人さんがこんな感じで型にずっとカーボンをきれいにもう手作業で貼っていきまして、でこれが完成したらビニールを入れて真空でこうエア抜いて密着させた状態ですね。こちらをこのオーブンに入れて熱を加えることによってさらに硬化させます。見てもらったら分かるんですけど、そのバリとかがやっぱり残ってるんで、こちらを最後この職人の方がずーっと角っこ削ってきれいに仕上げしていく。でこの後塗装に行くんですかね、クリア塗装という感じで、こういうミラーカバーだったりこの辺りはこっちの工場で作ってますよっていう感じです。ここが、パーツつけたりとかなんですけど、まず、こちらの GT3RS が、テックアートのデモカーで、これから型取りしてそのカーボンパーツとかを、毎回 GT3RS ってテックアート純正形状っぽいカーボンとかすごい出してくるんで、それをこれから開発するっていう車で、でこちら今2台リフト上がってるんですけど、2台とも GT ストリート R に
これからするっていうことで、今こっちの黒い方は2人メカニックが仲良く内装をバラしていってます。でこっちのオールペンらしいです、はい、このマットのグレーですかね。こちらはソフトキットの取り付け、こっちにあるのが、パナメラのツーリズム後期ですね。後期のグランド GT、 いかつい車がいっぱい入ってますね。ここがテックアートの、まあ、インテリア部門に来てます。コンプリとか作るブラバースとかもそうですけど、まあ、まずベースのレザー、さっきちょっとあのカメラマンから聞いたら、あの前回来た時はランボルギーニの純正のレザーで張り替えたいっていうオーダーがあって、それを取り寄せたりとか、結構そういういろいろオーダー聞いてくださったりとか、あとはこういう、これベンチレーションのとこかな、うん、パンチングのレザーもあったりとかで、これがもうめちゃくちゃかっこいいんですけど、 GT ストリーカーの茶色のレザー、ちょっとマーブルがかってる感じで、あとはこのステッチとパンチングもこんな感じで入って、あとここがさらにおしゃれなのが、結構濃いめのグリーンでステッチとパイピングが入って、でまあここに GT ストリートあると。でこっちがその車の内装パネル、こういったセンターコンソールであったり、これはステアリングコラムかな、フロアマット、フロアマットもこんな感じで作れますんで、であとはこっちがカーボンパーツだったり、これがダッシュボードの下ですかね、うん、ここにステアリングのチルトが来てって感じで、こんな感じで全部、これセンターコンソールパネルのとこですね、そのあたりも全部張り替えできますんで、さっき驚いたのが、あの内装だけだから、エアロマティックは組まないです、ね、うん、だから内装だけをやるっていう方も結構多いらしくて、うん、で、まあ、このあたりは結構最新車種なんで、まあ、気に食わんところを変えたりとか、あと純正で選べない色だったり、例えばこっちのパナメーラはオレンジのボディで内装もオレンジにするらしくて、はい、そのあたりもできますよっていうのもあったり、だから純正でオレンジレザーってまず選べないんで、そういう結構オーダーとかもあるみたいです。こんな感じで本当に手作業すごい、時間かかるのもすごいわかるんですけど、細かいオーダーに応えてくれるっていうのはこういう部分なのかなって思いますし、車検証入れとかもあるらしくて、でこれがさっき教えていただいたんですけど、後で試乗させていただくフライウェイト、軽量で強度があるっていう、はい、はい、っていうことで、あのこういう素材もシートに使ったりとか、こっちはすごい柔らかい、まあ、このメッシュ構造になってるんで、まず軽いっていうのが一番ですよ、経年劣化、そのやれとかにも結構強いっていうところはあります、ね、こっちがこれ、あのいろいろカイエンとかパナメーラとかいろいろ書いてあるんですけど、まあ、言ったら型、内装の、そうそうそう、内装の型になります、こっちが。でまあこれをベースに、あの生地をまず切るところからスタートするんですけど、まあ、さっき聞いたらその964とか993とか、そのクラシックモデルも今やっぱりレザーがボロボロになってきて、でそれでテックアートでポルシェのレザーとかそういうのを使って張り替えてくれっていう依頼も多いんで、だからさっきみたいな992とかパナメーラも外装はテックアート組まないけど内装だけやってほしいっていうオーダーもやっぱり多いのはそういう部分なのかなと思います。ここがまあステアリング、これがまあ言ったら純正の全部剥がしてレザーも剥いた状態のステアリングのベースになるんですけど、これをこんな感じでさらに削って型に入れて、エアロ工場で見たあの PP を流し込んで、でこんな感じでベースを作ります。でこれをベースにこうやって、これがバリ取りしたやつですね、バリ取りをしてこれを張り込んでいったのがこれ、だからこれ多分色的にさっきの GT ストリート R 用なんかなと思うんですけど、ここ見てもらったらこう溝が切ってあるんですけど、まあ、言ったらこういう部分がこのパイピングの入り込むところをちゃんと取ってます。なんでパイピングとかがこういうのがないとあのボコって出ちゃうんで、やっぱりステアリングこう回してて、ここがボコボコ当たると結構ストレスになりますし、操作ミスとかにもつながります。やっぱりそういうところも綺麗にフラットになるように作ってありますんで、で何よりかっこいいのがこれ、うまいですよねこれびっくりしました。そうここがちゃんとあのドライブセレクトボタンのところまでレザー張り込んでグリーンのステッチが入ってます。なんでここも調整できて、あとこれがあのワンポイントでボディカラーかな、うん、これ多分さっきのグレーのやつね、そうそうマットのオールペンしたやつだから、その色もちょっとワンポイントで
入れてるっていう感じで、でもこういう細かいオーダーまでいろいろ聞いてくれるんで、中古で買って今の色が嫌いなんだよねって、外装はすごい気に入ってるんだけどっていう人とかにも持ってこいかなと思います。はい、では今からテックアート体験試乗会ということで、こちらの900馬力のカイエンターボ GT を乗ってアウトバーンに300キロ体験しに行ってきます。生きて帰れるかどうか分かりません。動画がここで終わってたら終了です。今回ドライバーのケビンさんの運転で、なかなか付き合わばベタ踏みする方なんで、はい、ちょっと要注意で行ってきます。それでは今からアウトバーンで300キロ出すの終戦です車は900馬力のカイエンターボ GT です。あ、やべえあ、やべえ900馬力行動300キロアウトバーンだからできることですね。でも何やろこの安心感。そうですね、そうえぐいくらい助手席寄っても怖くないノーマルな足じゃないですか、うん、その車がやっぱいいですよね、まずね、ターボ GT っていうのが、うん、いやすげえ。動画で伝わらないかもしれないけどすごいですね。それではテックアート体験試乗会、こちらの99にGT ストリート R フライウェイトにこれから乗りたいと思います。軽く車の説明なんですけど、 GT ストリート R のサーキット向けの軽量モデルということで、例えばフロントリップだったりここのダクトが変わってたりとか、だいぶそのサーキット寄りの仕様になってます。で、じゃあのサーキットなんで、牽引フックもこれテックアウト製になってます。こことかこれ素材がウッドなんですかね。まあサーキットでその縁石とか乗るんで、この部分は当たってもすぐ変えれるようにっていうのと、まあしっかり作ってあるんでウッドになってたりとか、あとここも隙間見てもらったら分かるんですけど、ちゃんとダウンフォース稼げるようにここもちょっと上に上がってるような形状になってます。でホイールがフライウェイト専用なんで、ここの肉抜きだったりここの削り込みだったりとか、この辺りがもう専用になってます。でオーバーフェンダーで、あとここもここのフィンの角度も結構立ち上がってるような形状になってます。あとエキゾースト、多分マフラーの音も後で乗せるんですけど、クソほどうるさいですこれんで、フルストレートですよね。そう、純正ですこれで、
まあ、あとリアウィングなんですけど、これが一応サーキット専用っていうことで、この元々のあの純正の上下機能は殺してあるそうです。で、ここの3枚のウィングで純正のターボのダウンフォースに比べてウィングだけで4倍のダウンフォースが稼げるそうです。あとここもまあフロントのボンネットもそうなんですけど、ここもあのボンピンがついてて、でこの中のここもなんかカーボンになってます。であとここがポリカーボネートに変わって、ここにずっとこのフライウェイトのロゴが入ってますね。ロゴが入ってて、でこれだけやったら彼らとかでもつけれるっていうことで、なんで992でガンガンサーキット行きたい方はここだけ変えて軽量化するっていうのもありです。はい、というわけで内装がこんな感じで、ここのパネル類は全部このフライウェイトのハエのマークですかね、これが入ってて、あとまあスカフプレートとかで、シートはこれ専用のレカロになります。さっき見たあのクッション構造を使ってて、軽量モデル用にで専用のロゴも入って、でこのシートが思ったより乗り心地がいいです。あの僕の感覚ではアベンタの SVJ のバケットとかペルフォルマンテのバケットより全然良かったです。であとまあステアリングも変わり、ペダルもフライウェイトって入って、あとフロアのカーペットも薄いやつに変わってるそうで、そこまで軽量化を突き詰めてるようなモデルになります。あとまあ後ろのロールゲージも色を合わせて黄色で作って、800馬力の一応ベースはターボ S 四駆なんでまだ安心は安心なんですけど、この軽量化がどれぐらい車に影響してるかですねそう、そこがちょっとパワーウェイトレシオがどれぐらいかっていう、はい、ちなみにタイヤはカップ 2R です。行ってみましょう。130キロ出してます。というわけでいかがだったでしょうか。岡店長と池田くんは初めてのテックアート訪問ということで、かなりいろいろ衝撃だったみたいです。というわけで今後も目が離せないテックアートなんですけれども、日本の方もですね、なんと今年後半、まあ、あとは来年初めぐらいになっちゃうかもしれないんですけども、かなり面白いことが始まりそうな予感がしますので、ぜひぜひボンドチャンネル、チャンネル登録と各種 SNS のフォローもしていただいて、ぜひチェックしてみてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。Better love, I had a top, better right. Yeah, I just took a chance and yeah, let me write. I just took a chance and yeah, I rolled the dice. Yeah, women, I'll be bad because the folk was nice. But yeah, I must admit that this ain't overnight. I just hit the double with the jackpot. I'm in